今回のホットな話題についてお話しします。今回のオリンピックで最も美しいユニフォームと称賛されたモンゴルチームのユニフォームは盗作なのか、それとも革新的なのか。ファッション界ではオリンピックよりもこの話題の方が注目されています。さあ始めましょう。まず、多くの人がこのユニフォームシリーズを気に入り、ネット上でシェアしました。オリンピック初の金メダルを獲得したというコメントもあった。しかし、モンゴルでの反応はそれほど良くなかった。多くの人が創造性に欠けるデザインだと批判しました。中には、満州の衣装をコピーしたという人もいました。なぜですか？おそらく、モンゴルは200年以上にわたって満州族に支配されていたからだろう。似たような服のデザインを見ると、ナショナリズムの感情を呼び起こす。しかし、デザイナーは、インスピレーションはモンゴルの名だむオリンピックから得たものだと言いました。毎年7月に開催されるナーダム祭。モンゴル人はみんなドレスアップしている。男性、女性、子供はみんな民族衣装、ディールを着ます。ディールとは、乗馬や射撃用のゆったりとした服装で。袖は細く、ウエストバンド、ブーツ、スカーフ、またはフェルト帽。このユニフォームシリーズには、モンゴルを象徴する模様が含まれています。例えば、9つの白い旗。9つの白い旗は、チンギスハーンの軍旗です。そしてモンゴルの国内競技会では、9つの白い旗が最初に登場し、スタートを表します。花、雲、鳥の模様はモンゴルの自然の美しさを象徴している。金色の山々は、エベレスト登山家の忍耐力を持つアスリートを表し、金メダルの獲得が期待されています。一方、オリンピックの聖火と5つの輪のロゴもデザインの一部です。このシリーズは美しいだけでなく、伝統的なスポーツウェアの境界を打ち破り、こうして熱い議論が巻き起こった。モンゴル文化の国際的評価も高まった。ということで、大成功したコレクションです。国内での論争もまた、より多くの反応をもたらした。実際、デザインとは相互のインスピレーションと共振化のプロセスである。例えば、あなたが服をデザインするとしたら、次にネットで検索する。似たようなデザインが見つかるかもしれない。そのデザインは盗作ですか？このユニフォームシリーズをどう思いますか？メッセージを残してください。ありがとうございました。